ハーディガーディは弦楽器の一種で貼られた弦の下を通るロジンを塗った木製のホイールが弦をすることで発音する。ホイールはバイオリンの弓と同じような機能を果たしているがクランクで操作されており、従ってハーディガーディは一種の機械仕掛けのバイオリンということができる。銅はギターやリュートのような形をしたものが多い。旋律は鍵盤を使って演奏されるが、 この鍵盤は、タンジェントと呼ばれる小さな設計を押し下げて弦に押し付けることでピッチを調整している。ほとんどのハーディガーディには、旋律弦の他に、複数のドローン弦があり、旋律と同時に常に持続音が響いている。このため、同じように、ドローン音を持つバグパイプと似たところがあり、フランスの民族音楽や、現代のハンガリー音楽などでは、バグパイプと同時に、 あるいはバグパイプの代わりとしてしばしば使われている。ハーディガーディの演奏は多くのヨーロッパの民族音楽祭で見ることができるが、その中でも著名なのはフランスアンドル県のサンシャルティエで7月14日前後に行われる音楽祭である。オルガニストルムを奏する人物たち独奏オルガニストルムハーディガーディは西ヨーロッパにおいて11世紀以前に発生したと、 考えられている。最も古い形態の一つは、オルガニストルームと呼ばれるギター型のボディに鍵盤が設置された長いネックを持つ大型の楽器である。オルガニストルームは駒を共有する一本の旋律弦と二本のドローン弦を持ち、比較的小さなホイールを持っていた。大型の楽器のため、演奏は2名で行われ、カズトがクランクを回し、もう一人が鍵を引き上げた。 この鍵を引き上げるという操作は難しく、そのためオルガニストルムではゆっくりとした旋律しか演奏できなかった。オルガニストルムのピッチはピタゴラス音律で調律されており、修道院や教会での合唱音楽の伴奏楽器として主に使用されていた。オドン・ド・クリュニーが作者に擬されるクエマド・オーガニストラム・カンストルー・アッチャーと題する、 短い書き付けが残されているが、広大の写本しかなく、新作であるかは、極めて疑わしい。オルガニストルムの最古の表彰物の一つとして、スペインガリシア地方のサンティアゴでコンポステーラにある12世紀建造の栄光の回廊中にある、オルガニストルムを奏する二人の音楽家の彫像が、挙げられる。後に、オルガニストルムは、小型化し、一人の創者がクランクと鍵盤を同時に、 操作できるようになった。独創、オルガニストルムはスペイン及びフランスで見られたが小型の箱型のハーディガーディであるシンフォニアにとって変わられてほとんど姿を消していった。シンフォニアは3弦で全音階の鍵盤を持っていた。シンフォニアの発展と同時期に下から押す新型の鍵盤も開発された。この新しい鍵盤により早いパッセージの演奏が はるかに容易になり、次第に上から引き上げるタイプの鍵盤を完全に駆逐した。中世のシンフォニアの表彰には、両方のタイプの鍵盤が見られる。ヒエロに結ぼす、快楽のその部分拡大図。うなりごまを持つハーディガーディの最古の画像である。ルネサンス期には、ハーディガーディは、バグパイプと並んで、高い人気があり、ハーディガーディの特徴である短いネックと角割った、ボディ。 および湾曲したテールという形を獲得していった。絵などに描かれた楽器に、うなり駒が登場するのも、この時期からである。うなり駒はドローン弦の下にある非対称形のコマで、ホイールの回転速度が上ると、コマの足の片方が持ち上がって、響き板から離れて振動し、ブーンといううなりを発生させる。うなりごは、トロンバマリーナという単元の殺言楽器から、 借用されたと考えられている。後期ルネサンスのハーディガーディには2タイプの外形が発達した。一つはギターに似たものであり、もう一つはリブを持つリュートに似た丸いボディのものである。リュート型のボディは特にフランスの楽器に多く見られる。ジョルジュ・ドラ・トゥールの描くハーディガーディ引き17世紀末になると音楽の趣味の変化ともに多生を同時にそうすることができる楽器が好まれるようになり、 ハーディガーディは最下層の地位に追いやられていく。その結果、例えば、ドイツ語では、農民のリラを意味するバウエルンライアーや、小事きのリラを意味するベッドラーライアーなどと呼ばれるようになった。逆に18世紀には、フランスのロココ趣味で田舎風がもてはやされたことから、再び、ハーディガーディが、宮廷に持ち込まれ、上流層の間で人気を博した。この時期には、 ハーディガーディのための曲も数多く作曲されている忠実な羊飼いが挙げられる。この時期に現在最も一般的なハーディガーディの形である6弦の BLR が確立した。6弦のものは2本の旋律弦と4本のドローン弦を持ち、ドローン弦を鳴らしたり消したりすることで様々な蝶に対応できるようになっている。また、この時期にハーディガーディは東に伝播し、 スラブ語圏西側、ドイツ語圏及びハンガリー語圏においてさらに多様化し、特にハンガリー、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナで広く見られた。ウクライナではリラと呼ばれ、リルニクという多くは盲目の辻音楽師が職業として演奏していた。演奏する曲目は主に宗教にまつわるものであったが、ドゥマと呼ばれるジョジシや舞曲も多く演奏された。 しかし、1930年代にソビエト当局によりほぼ猫葬儀にされ、250から300人のリルニクがソビエト社会にふさわしくない社会要素として処刑された。ハーディガーディの多くは20世紀初頭にはほとんど消滅したが、一部は今日まで生き残っている。特に有名なのが、フランスのビエルアルト、ハンガリーのテテルーランと、または省略系の テクレイ、スペインのソンファナである。近年では最高の動きが、スウェーデン、ドイツ、オーストリア、チェコ、ポーランド、ロシア、ウクライナ、イタリア、ポルトガルなどで盛んとなっている。この最高の動きによって、様々な新しいジャンルの音楽に、ハーディガーディが用いられることも増えている。近年では、アメリカのテレビドラマ、ブラックセールズのテーマ曲で使用された。 オックスフォード英語辞典によれば、ハーディガーディという言葉の起源は犠牲語という。ホイールは木製だが、湿度の変化などにより歪むため音が揺れることが多く、その様子を表現したか、あるいはうなりごまの音を表現したものとされる。その他に、次のような民間語源などいくつかの語源説が唱えられている。ハーディとは、人の伝部であり、ガーディとは漁網を船に引き入れるのに用いられた。 クランク付きのリール。18世紀にフランスの楽器に対してイギリスで用いられた軽蔑的な名称。この語言説にはいくつもの問題がある。中でも、ハーディという英語の単語は他に知られていないこと。またクランクを指すハーディガーディという語は、1883年に楽器としてのハーディガーディに由来する語として初めて記録されていることが指摘できる。英語では他に、 ホイールフィドルという呼び名もあるが、演奏家にはほとんど用いられていない。フランス語では和のフィドルを意味するビエルアル、または単にビエルという。ハンガリー語のテケルーランとその略称のテケルーおよび別名のフォルゴランはどちらも回転リュートの意味である。ハンガリー語では他にニエニエレという犠牲語的な名称もある。なお、この語はブダペストの南にある。 チェッペル島では普通に用いられていたが、ハンガリー帝地地方では別称である。チェコ語のニニエーラ、スロバキア語のニネーラも同様の犠牲語である。ドイツ語のドレーライアーは回しハープを、バウエルンライアーは農民のリラを意味する。オランダ語のドレアーリアーも近い。イタリア語のギロンダは回すものリラテデスカはドイツのリラを意味する。 スウェーデンの類似楽器ニュッケル・ハルパは弓で弾く楽器である。18世紀にはハーディガーディという名称は手回しオルガンにも用いられていた。手回しオルガンはオルガンのパイプを持ったクランクで操作する箱型の楽器でピンを打ち込んだ筒が回ってあらかじめ設定した通りの音が鳴り貧しい大道芸人が多く演奏した。手回しオルガンに必要な操作はクランクを回すことだけで 音楽はピンを打ち込んだ筒、あるいは穴の開いた紙ロール、最近では電子モジュールによって自動的に演奏できる。ハーディガーディという名称にまつわるこのような混乱は英語、またそれを取り入れている日本語などの言語に限られたものであるが、ドイツ語やハンガリー語でも現代人にとってハーディガーディに馴染みがなくなっているために同種の混乱は見られる。フランス語では 手回しオルガンはオーグでバーバリと呼び、ドイツ語ではドラホーグルと呼ぶ。今日のハーディガーディには標準的な設計というのはないが、6弦のフランス式、ビエルアルが最もよく知られ、また広く用いられている。地域ごとに特色ある楽器が発達したが、フランス以外のものは民族楽器と認識され、標準型として採用すべき、決まった流れは見出しがたい。 現代の楽器ではボディの形が大きく分けて二つある。一つがギター型であり、もう一つがリュート型である。フランス語圏では両方が見られるが、それ以外の地域ではギター型が一般的である。古学奏者や時代交渉を重視する演奏家の間では箱型の新法にあもよく用いられている。モダン、フランス式、ハーディガーディの 各部位ハーディガーディはフランスでの伝統が長いために、奏者の用いる専門用語にはフランス語が多く使われている。特に重要な用語として以下が挙げられる。シャントレル3本のフランス式、ハーディガーディのホイールとタンジェント。画面右側に鍵盤が見える。フランス式楽器のキーボックス内部弦は、歴史的にはガットで作られており、今日でも最良の素材とみなされているが、 20世紀には金属弦も多用されるようになり、特に低音のドローン弦や低音の旋律弦に用いられている。ナイロン弦も用いられるが、評価しない演奏家が多い。ドローン弦は決まった音高で持続音を鳴らす。旋律弦は鍵についているタンジェントで押さえつけられることで共鳴調が変わり、音高が調整できる。古い楽器ではピタゴラス音律に調律されていたが、 高台の楽器では、様々な調律が用いられ、他の楽器との合奏がしやすい、平均率が特に好まれた。ただし、タンジェントは鍵ごとに位置を調節できるので、ハーディガーディはほぼすべての調律に対応可能である。現代の標準的な楽器は24件で、2オクターブの半音階をカバーしている。正確な音程と音質を確保するために、 格言はコットンもしくは類似する繊維で包まれている。旋律言には比較的軽いコットンを使い、ドローン言には重いコットンを用いる。コットニングが悪いと音質が特に高音部でザラついてしまう。その他、しばしばコマと弦の間に小さな紙切れを挟んで、ホイールの表面との接触の高さを調節する必要がある。この作業をシミングという。 弦のバランスはコットンとシムの両方に影響を受けるので、シミングとコットニングは同時に行わなければならない。フランス式、ハーディガーディのうなりゴマ。フランス式、うなりコマハンガリー式、うなりコマハーディガーディには、ドローン弦の一本にうなりゴマを持つものがある。特にフランスのビエルアルおよび、ハンガリーのテケリューラントにはよく見られ、前者では、シアン、後者では、 デチェグルーと呼ばれる。現代のフランス式楽器の製作家の中には、うなりごまの数を最大4つまで増やしているものもいる。うなりごまは、ドローン弦の下にあるゆるいコマである。コマの一端は、縦方向の細長いスロットに差し込まれている。うなりごまの押さえつけられていない側は、響き板の上に乗っていて、簡単に振動するようになっている。ホイールをゆっくり回しているときには、 トロンペット弦がコマを押さえつけ、ドローンを鳴らす。しかしホイールが加速すると、ハンマーが持ち上がって、響き板に触れながら振動し、独特のリズミックなうなりを発するのである。この効果は、アーティキュレーションやびっくりさせる効果を狙って、部曲などで用いられる。フランス式の楽器では、うなり駒の感度をティランというペグで調整できる。ティランは、テールピースについており、 トロンペット弦とワイヤー、または糸で連結している。ティランを使ってトロンペットにかかる横方向の力を調整し、ホイールの速度に対する感度を調整するのである。うなりゴマを鳴らすには、ホイールの回転をどのポイントで加速するかなど、様々な技術がある。加速してヒットするたびに強いうなり音を得ることができる。ヒットは、 奏者が回すたびにコントロールするものであって、自動的になるものではない。ハンガリー式のテケルーラントでは、レチェグーエクというドローン弦を下に押さえつけるくさびを使って同じような調整を行っている。伝統的なテケルーラントの奏法では、うなりごまのコントロールはすべて奏者の手首によって行われており、フランス式の楽器とは異なった音やリズムの可能性を持っている。 ハーディガーディの分類は主にホイールの大きさとうなりごまの有無及び形式によって行われる。小型ホイールハンガリー式の2台のハーディガーディ、ベーラセレニサクスロバキアのハーディガーディ、ニネラ、サク、演奏、ティブはカブリセックホイールが、小ぶりのものの楽器は伝統的には中央及び東央に見られる。幅広のキーボックスを持ち、ドローゲンはキーボックスの中を通っている。 ホイールが小さいため、一般的には、旋律弦1本、ドローン弦2本の3弦の楽器であるが、時に4弦、また5弦の楽器もある。大型ホイールホイールが大型のものは、伝統的には、西ヨーロッパに見られる。このタイプは、一般的に幅の狭いキーボックスを持ち、ドローン弦は、キーボックスの外に貼られている。また、弦の数が多く、複数の旋律弦を持つものが多い。 現代の楽器には15弦も持つものもあるが、最も多いタイプは6弦である。ありがとうございます。